こんにちは、シュです。今回は情報修正された資源のゴロを使って超費参上行きたいなと思います。覚醒でスキブとキラーが追加されたのかな。でリーダースキルが2秒延長になったってことでやってこう。いやでもね、正直つくならキラーよりもなんだっけ、あーうまくね、キラーよりも封印とかね、バインドついてくれた方がね、良かったかなと思う。やっぱどうしても不動明王とね、比べちゃう部分があるんですよね。はい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 。OK。いや、今回はさ、攻撃タイプと体力タイプかな。このダンジョンが上昇なんで HP これぐらい高いんだけど、確か2万7000ぐらいしかないんですよね、HP が。なんで、ちょっとね。まあ、理想はそのステータスアップ ?HP1.5 倍とか理想だったんだけど、さすがにそれは来ないかなと思ってたんだけど、封印かバインドは正直欲しかったかなと思う。それかね、スキルを固定ダメージにしてくれればポチポチとかで使えたのかな?なんでね、せっかく情報修正されたんですけど、まあ使い道ないかなって感じ。はいはいはい。はい、オッケー、指長いな。だいぶミスったけど、3つ組めた。あ、そうか、2秒延長追加されてんだもんね。だから、パズには余裕ができた感じかな。まあ、ただ、使わないでしょうね、きっと。今後。やっぱ、究極進化に期待したい。十字3つ作りたいな。どうすればいいんだ、こうか、オッケー、うまい。ほんとね、メジャーゴローがめちゃめちゃ強くなってほしい。それか高校青春のエースみたいな。あ、そう、ここで封印来ちゃうんだよね。ゴローがほんとに封印ついてくれるだけでもね、ちょっと違ったかなと思った。一応サブが全員持ってるから 80% はあるんですけど、ゴローくん使っちゃおうか。1,2,3,4,5,6,7,8 ダメか。待ってね、ちょっとなんかすげえ下手だな。はい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 、はいはいはい。不動明王が確か何倍だっけ、 1.5 倍かな、貴族性パラメーターなんか乗ってたよね。だからあいつがぶっ壊れてるせいなのかな。だからゴローがちょっと弱く見えちゃうっていうのがある気もする。指は長いからゴリ押しで。はい、うん、情報修正ね、せっかくされたから使ってみたんだけど、やっぱり微妙かな。多分リーダーで使うことはもうないでしょう。まあ、情報修正とかねされればワンチャンあるんだろうけど、現状だとない感じですね。はい、ということで、じゃあ今回これでやります。バイバイ。